はい、どうも、おはようございます。今日はですね、2019年2月の9日9ですね、2010年2月の9日、時間は何時だ、朝の9時8分です。今からロードワーク5キロ走ります。ロードワーク5キロ走ってる間に飛んだ花火の数だけ最後にダッシュします。よろしくお願いします。はい、わたつ。もしもし。あ、おはようございます。お疲れ様です。あ、今放送中なんですけど大丈夫ですか。あ、いいっすよ、全然。ちょっと辰彦が、はい、捕まってるかもしれないっていう連絡もらって。え？とあるクレイジーパピオンさんが、はい。某クレイジーパピオンさんがなんかお金を貸したらしいんですよ。はいはいはい。それで警察はほら、携帯止まってたじゃないですか、辰彦。はい。はい。うん。で、その某クレイジーパピオンさんがお金を貸して、はい。で、携帯を払ったらしいんですけど、はい。昨日、一昨日ぐらいからずっと電源が切れてるらしくて、はい。で、昨日、その某クレイジーパピオンさんから僕に、はい。まあ、死んだんじゃないかとまた、はいはいはい。連絡がもらってきたんだよ。警察電話してくださいと。はい。警察に生存確認を、取ってもらってくださいって言ったら、はい、警察から某クレイジーパピオンさんに折り返しの電話がかかったみたいで、はい、警察が東京にいないと。東京にいない、うん、それ以上は教えられないって言われたって言うんですよ。はあ、ははあ、これ、まあ、捕まってるんじゃないかっていう話で。そうですね、保護されてますよね、何かしらで、うん、保護か、うん、まあ保護、まあ、留置に逮捕か、うん、まあもしくは保護からの入院、うん、何かしら警察が介入しているっていう話ですよね。はあ、いや、そうですね。で、一応ね、その前に、その、ま、奥さんのゆうゆうに、はい。暴行した件だとか、はい。ま、放送でこう、むちゃくちゃにしてやるって言ってた件があって、はい。東京にいないってことは、もしかしたらゆうゆうの地元の警察にいる可能性がある。はいはいはい。今話してて、はい。わざわざ玄関に貼ってあったメモ紙の電話番号ってメモりました？メモってないですね、僕は。あの時電話かけましたよね。僕かけてないですよ。あの番号に電話したのって誰かが電話したの？いや、便所さんですよ。え？あの番号に電話したの便所さんですよ。え、俺が電話してたら、そこに。あ、はい。あ、すいません、失礼しました。はい。ありがとうございます。だから便所さんのあの日の通話履歴に残ってるはずですよ。じゃあ俺の発信履歴に残ってる？残ってます、残ってます。あ、わかりました。すいません、朝から。でなんでかっていうと僕電話番号持ってないですよ。あ、わかりました。いつちょっと履歴見てみます。了解です。すいません、失礼します。失礼します。どうしようもねえな、ほんと。行くぞ。あんたのイベントのために今からロードワークするのにポンコツばっかりだな、ほんと。よいしょ、走りますか。アイラは酔っ払ってるしよ、便所さんはよれてるしよ、なんなんだよ、本当に。走ろう。うん、ありがとう、ファイト。あれ、ボンいるか。10分スタートで行こうか。うん、そうしよう。今日寒いぞ、雪降るからパパッと走ろう。ちょっとね、滑るだろうからタイムは気にしない感じで行きましょう。寒。映像音声問題ない？あ、雪降ってるわ。雪降ってる、降ってる、雪降ってるわ。やば。ビースケさん大丈夫？大丈夫、はいよ。じゃあ今日タイムキーパーボンで、24回目だから、120キロか。あれ見えないか。
白い。頑張ろう。へし。寒い。10分からね。肝音性鼻炎出てるわ。うわー、これやばい。あれ？へし！うぅ。多分トイレ行ったんだな、ボンマ。へいし！もうボリュームいる？うん、あ、寒っ。天気がクソ悪い。へいし！寒いけど体温まるまで、まあ、ババッと終わらせよう。力も完全に戻ってるね。バッチリです。っていうかさ、ボン爆笑しなかった？みやびのロードワーク、あいつ5キロ走ってるって言って23分でクリアしたの見たでしょ。嘘つきだなあいつな。見た？片道11分で走ってたんだよ。絶対嘘だよ。5キロ走ってないよな。ボンタイムキーパーやってるからよくわかるでしょ。俺より遅いスピードで、ねえ、もう5分 500m 追加しましょうとか言ってバカだな。あれおかしいわ。あれおかしいよね。絶対走ってないよね。あれ多分3キロぐらいだよ。2キロか3キロだよ。ほんとヘタレだな。あれ爆笑したもん。しかも毎日走るっつってあれから走ってないしね。本当に嘘つきだなあれ。あれで囲ってるリスナーかわいそうだよね。リスナーとカズさんに対する裏切りだよあれ。お、あと1分です。いきます。気合入れていきましょう。二宮隆ちゃんさん、大体普通の格闘家で 5km のタイムは15分くらいですよ。そんなわけないじゃん。15分で走れる人なんかいないよ。それはありえない。隆ちゃん時速計算してごらん。オリンピック選手のスピードとか見てごらん。ありえない。5キロで15分で走れるわけがない。免除さんがゆうゆうに電話して、あー、そうなんだ、ありがとう。ボンさん、ないない、ないない、タカちゃんない、それは。あ、行きます。ありがとう。ゆうゆう電話して、辰彦降りの中、やっぱりね。行きます。二宮タカちゃんさん、30分だったかな。
30分遅い。多分プロで、プロのランナー22分とか23分だと思う。だから、みやびはプロランナーと同じぐらいのスピードで走ったって言い張ってんの。そんなわけねえだろ、50歳で。現役のオリンピック選手と同じスピードで走れるわけねえじゃん。オリンピック5キロで検索してみなよ。タイム教えて。オリンピック5キロの。ありえない。オリンピック5キロのタイム教えて。寒い。みやびで。お、今日調子いいね。スピード見たら背景の動き全然違うでしょ。みやびの。ありがとう。18分ぐらいか。すげえな。の見てる数を競うランキングです。はい、でもありがとう。すごい。マジで。やば。12分。やば。それはすいませんでした。その前に花火ありがとうじゃん。マウント取る前に花火ありがとうじゃん。なんで花火投げる人を悪く言うの。何分？信号は感じなくていいよ。今何分経過？4分？5分？
はいよ。プルームテックに変えるのもそれが理由。変えよう。二宮たかちゃんさん、僕は若い時練習で3キロメートル全て上り坂で30分くらいでした。セミプロ。ありがとう。特命係長、ただの花火さん、セミクロは何ですか。花火ありがとう。ただ風景か。セルカ、セコの説明お願いします。ニンニン、敵係お願い。格闘技イベントですね。格闘技のイベント、ボクシングです。僕の試合ボクシングですね。雪降ってきたな。7分、やばいね。ちょっと遅いな。信号ダブルで捕まってるよ。8分、はいよ。急ごう急ごう。5キロ地味にきついからね。ちょっとね、慣れてきたけどね。筋肉痛にはならないけど、信号待ち次第でタイム変わっちゃうんだよね。まあ初級って感じだよね。練習生のメニューだね。ボクシング練習生くらいのレベル。プロは倍走る。10分経過。10分か。
きつい今日。やばいな。雪降ってきた。ベルヘイに3すごいよね、感じるよね。ああ、やばいな今日、やばい。やば、折り返してないとまずいよ。3分遅れ。
223定期ステゴロ三角闘技がわからない人が YouTube に動画あります。メルヘンブックスさんどうやってるんですか。聖火ランナに誰か答えて。子さん前に出てよ。ポケット見てないで。何のために長く見てんだよ。応援するんじゃないの。雪がうざい。
関係してるよ。メルヘイは資産意識できるだけの人を知ります。23定期ロードワーク中にアンチコメントやめてください。サイケの竜に捉えてください。2、2、3定期捨て頃3、3世代
はみやびくんです。最高だな。メルヘイ、スさん、すべてに感謝してください。アサリさんか。自分の今周りにいる人、はい、最高だな。いや、メルヘンに浅井さんを感じる。こいつが言ってんの俺分かる。メルヘン、スさん、感謝してください。目の前にいる人の、こいつも覚醒者なんでしょ。今何分？ひどいな今日。メルヘン、スさん、あなたの感謝のエネルギーで感謝できる人の数。 OK。 メルヘン、スさん、あなたの感謝で意識できる人間の数を知ってください。ありがとう。了解。ああ、昨日の暴飲暴食かな。ひどい。やばいな。スサンエッジに車の駐車場。
メルヘンの資産すべての人の思考を感じてください。見てください、提督。本山32分経過。ラストタイム。ごめん。メルヘン、3時半にはバンクの役割があります。33分15秒です。お疲れ様です。ごめんね。みんなごめん。今日は33分、15秒です。今日のタイムキーパーはボンです。お疲れ様です。すいません、今日。体調クソ悪かったです。ひどい。30分割れ2回ですね。2連続、花火、大花火を2発もらったんで4回走ります。ありがとうございました。ひどい。メルヘンの資産外交なども感じましょう。ちょっと雨ひどいっすね今日。雪がもうバンバン降ってるんですよ。見えるかな。パパッと走って帰りましょう。気圧で耳が聞こえないです。体調悪いっすね。メルヘン、資産人には見えないでかい思考を感じてます。ちょっと倒れそうっすね。高いところにいるみたいな、最上階にいるみたいになってます。無理はしないけど約束なんで。ちょっとやばいっすね今日は。耳が聞こえないっす。メルヘン、資産進行をデバイスだと捉えてほしいです。頭ガンガンする。メルヘン、スサンマンホールの中を見ましょう。2、3、体調のこともあるので無理はしない程度で続くように走ってね。本山寒い日のランニングは柔軟体操ちゃんとやれば筋肉の筋も伸びるので走りやすくなります。本は学生の頃学校代表で駅伝経験がありますが、今日はひどかった。今日はひどい。そかスカウスさん、部の中ではいつも以上に力が出ているとも思えるよ。メルヘン、スサンマンホールの中を意識してください。あなたに変化が起きているからです。 OKOK、 ありがとう。
血管ね。じゃあ大花火2発なんで4回走ります。ちょっと雪で滑るんすよね。ちょっと転ぶのが怖いっすね。すごい今日滑るんで。3マンホールの深さを感じましょう。オッケーオッケー。滑るの怖いな。大人が転ぶと骨折するからな。ちょっと怖いっすね今日。脳みそくそカスカオスさん、マンホールの蓋を避けよう。そうだね、床がちょっと滑るんだよね。ベルヘイムスさん、街灯はマイク録音の役割があると捉えましょう。ポンさん、覚醒の頃は1キロ3分台で走ってたよ。早いね。学生ってすごいよな。じゃあ4本走ります。ダッシュで締めましょう。1本目いきます。1本目いきます。あ、滑る。ダメ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 、今日ダメ。申し訳ない、今日ダメ。滑る、無理無理無理。滑る、無理。申し訳ない、滑る、走れない。これこける。ダメ、これは今日は無理。怪我する。雪が結構バンバン降ってんのね、見えないけど。ごめんね、あの物理的に怪我する。これあの映ってないけど。いやいや、軽めだと意味ないから、腹筋にする。腹筋にちょっと4回持ち越しにするわ。これ危ない、踏み込めない。もう一発目で滑ったから、これ危ない。気にしましょう今日。ベルヘイムス3国道効果を思い切り破壊しましょう。ベルヘイムス3国道効果を思い切り破壊しましょう。2、2、3怪我して滑ったら捨て頃3、参戦できなくなるよ。ボン3、腹筋と腕立てたらいいよ。ベルヘイムス3国道効果を思い切り破壊しましょう。ボン3風船を20個プレゼントしました。アイテムありがとう。しつこいよコメント。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。あぶいあぶい、これうつってないの。雪はバンバン降ってるけど。ベルヘイムスさん、飛来神話見ましょう。雪はうつってんのかな、画面では見えてないのかな。すげえ降ってる。あられっていうのかな、みぞれっていうのかな。ベルヘイスさん、車のリレーを見ましょう。雪は映ってないかな。脳みそくそカスカオスさん、スリップダウンの危険は、道路もリンクも気をつけようね。そうね。ビースケさん、こっちもすごい。見えてないか、すげえ降ってる。見えてないよ。見えてないんだ。二宮たかちゃんさん、雨に見えますが雪なんですね。これ雪全部で、道路も氷始めてる。バリルボーンさん、おはよう。ゆっくりしない方がいいね。これは無理だね、滑るね。あのちょっと氷かけてるから、ガッて踏み込んだ瞬間こけそうになったから無理だった。これはあかん。二宮たかちゃんさん、これは怖いですね。怖い怖い怖い。ロードワーク中も少し滑ってたから、みぞれっぽいですか。みぞれっぽい感じだね。見えてないかな。脳みそくそカスカオスさん、振りかけは滑る。ベルヘイムス3ワイヤーというワイヤーを意識してください。ベルヘイムス3ワイヤーを意識してください。ボンさん、みぞれが降ってる。降っ
ってる降ってる。二宮たかちゃんさん、手すり積もってきてますね。積もってきてるね。スサンワイヤーというワイヤーをお願いします。ここだと見えるかな。ほら、これだと見えるでしょ。メルヘイ、スサン川を見てください。これだと映るでしょ。多分黒背景にすると映るね。ほら、こんな感じで、あられっていうの、こういうの。メルヘイ、スサン川の流れを意識してください、うん、こんな感じで降ってるから黒背景だと映るね。バリルボンさん、降ってるね、あられ、うん、これで床滑るから無理だわ。あられっていうの。スサン、雨も思い切り意識してください。うん、メルヘン、スサン風を使いましょう。ビースケさん、雪の結晶を意識してください。マリルボーンさん、早く帰った方がいいね、風邪ひく。風邪ひくね。脳みそくそカスカオスさん、足が滑らないように気を使うのもトレーニングになるね。いや、無理無理、全力のダッシュはこれ無理だ。こけるこける。積もるかな、どうだろうね。二宮たかちゃんさん、お疲れ様でした。次頑張ってください。メルヘイ、スサンアンテナというアンテナからさまざまなものを出ていることを知りましょう。ただいま。ダッシュじゃない、弱る気だよ。弱る気？何の話？弱る気って何？弱る気って何？歩きね。メルヘン、スさん、お疲れ様です。お疲れ様です。メルヘンさん、ありがとうね。すごいあったかかったよ。ありがとう。メルヘン、スサン再帰になりました、おめでとう。うん、腹筋やるか。じゃあ、ハイキックって懐かしいね。脳みそくそカスカオスさん、ただ歩くだけでも滑るの気をつけてるときっと何かの役に立つ。そうね。メルヘン、スさん、意識を拡大しましょう。サイキックです。サイキックね。脳が開いちゃった人ね。曇るな。大丈夫か。メルヘン、スさん、こっちの世界では。なんでこんな白くなるんだ。そっちの世界ってメルヘンさんが URL 送ったのはマーベルじゃん。メルヘンさん、こっちの世界の人間なの。かっこいいね、これ。マーベルさんはそっちの世界の人間なの。すごいね。ヒゲと髪の毛の伸びる速度は全然違うよ、ね、あ、いや、一緒だと思うよ。一緒だと思う。長くなるのが早く感じるだけ。
もともと短いから、うん、目立ちやすいって感じだ。ヒゲの方がヒゲ金髪もったいないなこれ。やっぱ長さが長くなるとダセーから短くしないと。一緒だと思うよ、ちょうど周期的には。一緒一緒。ては辰彦捕まったのは残念だな、ちょっとな。ショックだな。みーすけさんもう確定したんですか。なんかあの便所さん、まあ鳩なんだけど、まあまあ俺思い当たるとこあって、実を言うとゆうゆうと連絡取り合ってんのね俺。あのここだけの話、うん、ちょっとね、ちょっとね、まあまあよくないよ。でゆうゆうが便所さんに話したのはもう逮捕してるっていう鳩が飛んだから、まあ確定だろうね。ダメだよ。マリルボーンさん、ヤマトさん、連絡ついたらしくて、うん、金梅さんと話するからまた変更なるかもよ。え、どこでやってる？ブルーとかの寒色系はレッドとかの暖色系と違って色が入りづらいからね。色入りづらいね。でもショックだな、30分切れなくなってきたな。30分切れないのはちょっとないな。ちょっとな。うん、ちょっとあのスランプっすね。申し訳ない、応援してくれてる人。スランプです。まあでもやるしかない。でもやるんだよ。根本圭でいきましょう。でもやるんだよ。マリルボーンさん、ヒカルとの電話で言ってたけど、金梅さんに連絡するって。腹筋やろ。とりあえず全部終わらしたから。腹筋で終わらせよ。腹筋腹筋。とりあえず腹筋。ありがとう。ボーンプレゼントしました。ボンさんバーガーを2個プレゼントしました。振られた日もボンさんバードを2個プレゼントしました。振られた日も雪の日も体調が悪い日もアンチコメントされた日もどんな日もやだね。これで負けたら神様相当意地悪だよな。まあね。じゃあクランチやります。クランチ20を何セットできるか。いきます。
みーすけさん、それスローでやると相当効くよ。これはスローでやっちゃいけないやり方を、素早くやるっていうクランチっていうやり方を。スローでやるときは大きくゆっくりの方が効く。止めるやつね。とはチキンを鍛えるやり方じゃなくて、これは手法なの、クランチっていう。瞬発力を上げるための腹筋。ゆっくりの遅い筋肉の方は、こうやって上がって、こうやって止めるの、ここで。これとは別の筋肉を鍛えてんの。これはできるのよ。定期からのお願いです。これとは別のやり方。格闘技の捨て頃さんに参戦します。結果可能であれ頑張ってるわ。どしを応援してあげてください。みーすけさん、血筋じゃなくて側筋鍛えてるのか。そうそうそう、リスナーさんで詳しい人から DM 来て動画見せてもらって勉強してやってんの。もちろんこっちの方が、俺チキンの方が得意なのよ。こうゆっくり上がって、これ止める方が得意は得意なの。こういうやつね。ゆっくりやるやつ。こういう方でしょ。チキンは強いの、俺は。ほら。でも、それだと腰壊すし、ボクシングに必要のない腹筋だからっていうことで、クランチかな?クランチっていう、クランクだかクランチっていう、パン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 って、やってみるとわかるよ。別の筋肉だから。じゃあ次、2セット目いきます。深く軽くします。反動使います。いきます。やりたくない。
さん頑張れ。うん、辛い。絶対昨日の暴飲暴食関係あるよこれ、糖分取りすぎ。いきまーす。4セット目いきまーす。あと1セット。もうやだ。つらい。ラスト勝つよ。いきます。気持ち悪い。二宮たかちゃんさんすごい。お疲れ様です。お疲れ様です。気持ち悪い。ありがとう、アイテムありがとう。ありがとうございます。ビースケさん、お疲れ。お疲れ。ボンさん、ナイスファイト。ありがとう。ありがとう。オルフレンさん、筋トレの後はタンパク質豊富な食事だ。とりあえず水分補給したい。手洗ってくる。
ブラシさん1分。10個プレゼントしました。あれ手動、あ、不要でやってから電動やってる。なんか磨いてる感じがしないから。みーすけさん素晴らしいね。うん。
よし、終わり。よし。
お疲れ。終わり。寂しい。寂しいな。なんだろうこの寂しさ。さとこさん、おはよう。ワドさん、おはよう。痩せたな。余計ひどくなってないか。なんだろう、レンズに傷なんかないのにな。痩せたよな。痩せたっつうかこけた感じがするな。みーすけさん、顎周りシュッとした気がする。顎はタプタプなくなったよ。ほら横から見るとすげえわかるんだよね。ここがない、ここの肉がない、うん、ほっぺたも減ってるんだけど、ひげ染めちゃってるからぷっくりしてるように見える。みーすけさん、ほんとだ、綺麗。横から見るとすげえやってたのが分かるはず。あと腹だよね。上半身もね、あのすごいよ。こうやって上から見ると分かるかな。ここに乗っかってるだけでもう上は割れ始めてるの分かる ?4 つに。あら、ここがなくなっていくんだと思う。多分横っ腹が。で、うっすら割れていく。ここに、横に乗っかってるだけなんだよね。4つには割れ始めてる。たるみもなくなってる。そう。メルヘイ、スさん、能力ゲー W、聞いてくださいよ、わら。あ、あ、割れた。あ、来た。さとこさん、わかる。閉まってる。うん。腹に力入れると割れる。ほら。あ、来た。ついに見える化が始まった。グッて入れると、ほら。みーすけさん、あとも、うちょい。ちょっとだらしないぐらいになったね。ここ、ここ。これ皮が伸びきってるから、前の、ボーンって。多分、半年後に引っ込んでいくと思うんだけど。良くなってきてるね。これモテるな。うん、来てるね。でも、やだわ。つらたんだわ。1ヶ月でここまで絞るのすごくない？あの腹から。体重何キロなんだろう、俺。68までいってるかな。5キロ痩せてるかもしんないね。もしかしたら5キロ絞ったらすごいでしょ、1ヶ月で。ねえ、みーすけさんはよ測ってよ。体重計持ってないんだもん。はよ測れっつってもないもんは測れないよね。
いや、この傷何なんだろう。なんで、傷入ってんのか？なんで、こっち側だと入ってないもんね。あ、なんか入ってんな。まあ、しょうがねえか。携帯のレンズってこういうもんだもんね。あ、しょうがねえか。光源があると反射しちゃうんだよね。無理だよ。カメラやってるから気になるんだよね。これ絶対起こしちゃいけない現象だから。いや、なんだろう、寂しい。ダメだね。無理だ、これ。ポンさん、いいね。お20個プレゼントしました。ありがとう。ポンさん、バーナーを2個プレゼントしました。ありがとう。ポンさん、ハートを2個プレゼントしました。ありがとう。周りにカメラが流行ってんだけど、買うとしたら今いくらくらいのものがいいんだろ。アルファ73、金に余裕があるんなら完全にアルファ73一択。絶対後悔ないのは俺が持ってるカメラだけど、間違いないって保証できるのはね。すごくいいよ、最高だよ。でもぶっちゃけた話、流行りに乗っかんなくて iPhone で全然俺はいいと思ってるけど。みーすけさん、絶対使いこなせない気がする。 W、 いや、ていうか周りも使いこなせてないと思う。そのにわか層はインスタ映えで言ってるだけでしょ。カメラいいよねって、自慢のためだから。いつも言ってるけど、5万とかのカメラとか10万のカメラ買うんだったら iPhone の方が性能いいの分かってないだけだから、バカなだけだから。だからそんな見え張りのために買うカメラでもないし、プロ用だから、プロの入門機っていうのかな、そんなんに付き合わなくていいんじゃない。結局彼らノーマルのレンズでオートで撮るわけだから。ていうか痩せたな。ここに立って走った後すごくない？むくみ取れて別の顔じゃん。びっくりするんだけど、この顔、え、これ俺だよな。
走る前と後でこんな変わるんだ。あ、そうでもない。そうでもない。走って腹筋やって頭悪くなってるだけだ。そうでもねえよ。そうでもなかった。では映画見てきます。うわ羨ましい。何それ。花火ありがとう。みーすけさん花火をプレゼントしました。花火ありがとう。ちょっと待って、一人で行くのか彼氏と行くのかだけ。一人じゃないよね。女友達じゃないよね。男と行くんだよね。男だよね。女友達とか一人じゃないよね。一人だったら爆笑していいですか。一人ですか。みーすけさんリモートとです。あーいじりづらいな。ニンニさん映画って興味あるのかな。いじりづれ、非常にいじりづらいパターンだな。まあいいか、いってらっしゃい。映画か。チケットあれば見に行くのかな。わかんないけど、チケットあれば見に行くのかながわかんないけど。あれ、さっき何発飛んでたっけな。チケットは買えばいいんじゃないの、そこで。イオンの AC チケットって何。イオンの AC チケットが分からねえな。なんだろうそれ。みーすけさん一人だから12か。一人って何。一人だから。え、なになになに。いや、映画見たいタイトル自分でお金払って見るから大丈夫よ。和戸監督さん支援求む花火12発。今日夕方か。どうしようかな。起きてようかな。微妙だな。新宿イオンないもん。新宿イオンない。
ードパーティキュラー任に3円ちょうだい。円ちょうだい、ありがとう。これか。おお。ちいちいさん働け。トラップコード働け？なんで？トラップコードパーティキュラー。おお、おお、すげえな。おお、すげえなこれ。うわ、こういうことだよね。そうそうそう。うわ、そうだよ。うわ、できんじゃん。そういう、うわ、すげえこれ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。なるほどね。うわ、すげえすげえ、そうっす、そうっす、そういうことっす。うわ、できるじゃん。いいね。うわ、こんなんもできんだ。うわ、すげえ。こういうこと、こういうこと。うわ、すげえ、すげえ、すげえ。おお。すげえな。お、そういうこと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 。ハリウッドじゃん、これ。いけるな、これ。
飯でも食うか。今日は海鮮丼かな。あっ、スサン切れるだよね。情報回線がひどいよね。ひどい。おお、MC 久しぶり。さんはどつ、久しぶり。元気？どうそっちは？こっちは相変わらずだよ。お疲れ。相変わらずもがいてるよ。そっちはどうだ？金髪いい。ブルーにするよ、こっから。バックさん、金髪いいじゃん。ブルーにする。めっちゃ元気か。よかった、よかった。バックさん、めっちゃ元気。わお、MC、花火ドンチキ。バックさん、花火をプレゼントしました。ありがとう、サンキュー。そっかそっか。メルヘン、スさん、俺も最初はヒットしなかった。すでに普通へヒットできないだろうってあえいでた。いや、ミュージシャンかなんかな、メルヘンさんは。ありがとう、MC。あんま気使わないでね。気分でいいから、気分で。青、赤はちょっと飽きた。他の配信者がやり始めたから、ブルーでいこうと。逆張りでいかないと。そう。周りに真似られちゃってるから、赤は。じゃあ誰もやらないブルーにしようか、つって。メルヘン、スさん、ヒットできるようになってきた。ヒットできても見なかったっていうか意味わかんなかったんだよ。メルヘン、スさん、見たくなかった。そういう意味では、そういう意味では。いや、黒。バックさん、ブルーと金髪の2色は？ちょっと色、まあ多分一回ブルーにブワーって変えて、差し色で黒をポツポツポツってメッシュで入れていくと思う。ブルーと黒とか、まあ遊ぶよ。遊ぶ。とりあえず全部一発抜いて、うん。そんな感じかな。何買おうかな。ブルー良いよ、おすすめ星本。やめろ、お前とおすすめとか言うとお前と同じセンスだと思われるだろう。ふざけんなよ、お前調子乗んなよ。バックさん、楽しみ。ふざけんじゃねえ。今日雪やばい。
セゴン練習、いや、今も5キロ走ってきた。今日雪やばいね。セゴン練習、いや、もうひたすら走ってるよ。ただひたすら走って腹筋やってっていう、基礎的なやつやってるかな。まだ技術的なトレーニング全然やってない。ちょっとやばいね。体力の基礎体力上げてる。ふざけんなよ、お前の影響みたいにすんなよ、ふざけんなよ、ほんと。マックさん、マジで、この雪で走ったの？ふざけんなよ。いや、雪でも走るよ。タイム悪かったけど。走ったよ。ボンさん、W、やめろよ、お前。マックさん、うわ、俺も走ろう。え、結局、どうなったんだろう？金梅さん。今日夕方、アルタ前でいいのかな？なんか連絡来てねえんだけど。メルヘン X さんだって iPhone で普通の人間はウラル貼れないじゃん WWW。あ、違う。あの、メルヘンさん、ここウラル禁止なの。ウラルブロックしてんの。ウラルは読めない。ウラル禁止枠、ここ。ごめんね、メルヘンさん。ここ、ウラルダメ。説明に書いてなかったっけな。ウラル禁止枠なの、ここ。メルヘン X さん、こんな量絶対できなきない、絶対できない。うん。確かに細くなったわ。ビビるよ。1ヶ月で、走り始めて1ヶ月で絞れてきた。細くなったっしょ。もうちょいで腹筋割れるよ。あんだけデブだったのに。マックさん、お腹ボンって乗っかってたのに、つまめたのに、つまめなくなった。こうギューってつまめたんだよ。こうびっちり、これがなくなった。メルヘン X さん、ラスト。だいぶ痩せたよ。あと横っ腹とこの油、これだね。ここの横っ腹取れたら終わり。ファイターの体になるよ。頑張ろう、ラストファイト。メルヘン X さん、どうも。はいよ。マックさん、走ってるとタバコ踏みくない？クソうまい。クソうまいけど、走ってる時にタバコでダメになってるのが分かるって感じ。タバコはクソうまいから厄介。でもプルームテックに変える。ちょっとこっから先はこれやめない、やめるかプルームテック変えないとやばい。ちょっとまずいなと思ってる。プルームテック調べよう。タバコはうまいから参っちゃうんだよね。マックさん、俺は走り中心になるとタバコ踏みく感じる。じゃあタバコやめた方がいいよ。本当に。タバコ体に合ってないんだよ。俺、うまいって感じるからやめらんないの。
向いてないんだよ。やめな、やめな、タバコ。お疲れ様でしたって感じです。うん、エックさん、どうも。メルヘンさん、最高だったよ。ブルームテックも種類があるんだ。マックさん、オッケー。うん。いや、やめられるんならね、吸わない方がいい。体に合わないんだよ。絶対やめた方がいい。プルームショップっていうのがあるんだ。西新宿にプルームショップってあるね。行ってみようかな、プルームショップ。プルームショップセンタービル、ここ行ってみっか。プルームショップ、プルームショップ、プルームテック買うか。20個プレゼントしました。サンキュー。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。オンラインショップ。マックさん、キツネ枠のリスナー意見はキツネ。つい。あれ、私もしかして浮いてる？ふわふわちっぽう。マックさん、メガホン使ったらメガホンになっちゃった。メルヘン X さん、メルヘンさん、ダークな世界をプレゼントしました。プルームテッククラス、プルームテック低温加熱式。ダメだな、バカだな、プルームテック。風船ありがとう。マックさん、風船を20個プレゼントしました。サンキュー。うわぁ、花火、無理すんなよ。花火をプレゼントしました。ありがとう、MC。ありがとう。なんか悪いな、ほんと。サンキューな。ありがとう。ごめんな、なんか。サンキュー。ありがとう。ワド監督さん、支援求む花火10発。マックさん、余裕あるとき投げてるから気にしないでくれ。支援求めといてあれなんだけど、なんか気まずいよね。ありがとう、わら、ありがとう。ふわっちやってるの？ふわちも。ふわっち。プルームテックっていくらすんだ？
え、3000円じゃん。3000円で買えんじゃん。プルーフテック。え、3000円？あれ？もっと高いって聞いたけどな。あれ？プルーフテック。あー。5000円。俺が吸ったのどっちなんだろう。うわー、ありがとう、サンキュー。マックさん、また来るぜ。これから TV テームの世界に行ってくるわら。相変わらずだな相変わらずのゲーマーなんだな。いってら。いいね、変わんねーな。いってら、サンキュー、ありがたく頂戴するよ。マド監督さん、支援求む花火9発。サンキュー。プルームテック買いに行こうか。プルームテック、プルームテック、種類が多すぎてよくわかんねえな。飯食いながらプルームテック買いに行く配信やろう。じゃあ、ポカリ飲むか。ベルトも買いたいんだよな。ベルトどこで買おうかな。ベルトも欲しいんだ。ベルトも。あれでいいか。あれでいいや。で、クローム手に入れられた。土曜日みんな結構リア充なんだよな。
日本語にならねえな。ニンニ、サンマダポカリの粉ありますか？めちゃくちゃあるね。めちゃくちゃ送られてるポカリの粉。バリルボーンさん、あれでいいかの、あれってなん？ごめんね。今ね、ADHD モードなんだ。俺も覚えてない。あの、心の声が開いちゃってる状態。ごめんね。ごめんね、意味わかんないよね。ニンニさん、他にも送ってくれた人いたんですね。みんなね、結構届いてて、もうとんでもない量あるから、まだ大丈夫かな。まだ大丈夫。日本語入力ライブ、あれどうやってやるんだろう。日本語入力は切り替え方法。コントロール。ニンニさん、他に欲しいのはないのかな。欲しいのは天城府県送ってもらえるとすげえ嬉しいかな。あれ日本語入力できないな。間違えちゃった。Mac 日本語入力。間違えたな。払えた。ニンニ、三ニンニ、トータルギフト券いくら送ったのかな？ニンニいくらぐらいだろう。1000円2回の3000円1回だから5000円じゃない？トータル。花火5発分もくれてるよ。多分そうだね。あと、物？いろいろなものを送ってくれてる感じ。多分合ってるよね、それでも。3000円1回の5000円2回の。あと、のりこの服と、この前なんだっけ？この前はダニと、もう一つなんだか忘れちゃったな。もうちょい送ってるかもしんない。キーボード入力ソース。システム環境、キーボード入力ソース。キーボード入力ソース。プラス、日本語。日本語。いいのかな。いいのかな。これで合ってるかな。できた。できないか。うわ、日本語になっちゃうじゃん。どうやってやんだ。英数に切り替える。うわー、めんどくせえな、これ。ニンニさん、住所分かったから、いろいろ送りやすくなっていいよね。ありがとね。助かるよ。どうやってやんだ。切り替え。これじゃねえな。これか。英数は。英語に切り替えるのは
英語に切り替えるのどうやってやるのか。環境、キーボード、入力ソース。システム環境設定。谷さん、こんにちは。おー、谷さん、いらっしゃい。日本語、英語をプラスするか、追加。これでいいのかな？これでいけるかな？英語。あれ、ダメだな。任に3、定期、天城府に記載されてない商品以外を送りたい人は、ツイッターに住所が書いてあるので、ワド監督の自宅に贈り物ができます。送料は自己負担でお願いします。ワド監督様で届きます。新年会だね。谷さん、今日新年会。チェック入れないな、メニューバー表示。メニューバー入力表示チェック入れる。よくわかんねえな。めんどくせえことになってんな。入力ソース中西ガールさん、新年会よいのは、ね、ニンニさん、こんにちは。あれ、日本語でしょ？これを変えないといけないかな。メニューバーにメニュー表示。谷さん、寒いから大変だ。楽しんで。タイプミスを終了。数字は全角入力。あれマジか。めんどくせえことになってんな、これ。どうやってやんだろう。英数に切り替わんない。ありがとう、いいね。ポンさん、いいね。お20個プレゼントしました。フグセンさんがは砂必要そうだな、送付しようか。谷さん、ニンニさん、こんにちは。ポンさん、バーガーを2個プレゼントしました。任に3新年会10人ぐらい来るのかな。誰かの枠で参加する人の名前出してたよ。20人ぐらい来るはずだけどね。2個プレゼントしました。あれ、エースできない。英数はできない。任に3毎回密なんとか参加してない。密なんとか、メニューバーにある。2、3、いつもワド監督水と絡むのかな。え？ミツナンとかさん？誰ミツナンとかさんって。ちょっとなんかキーボードを使って。話したりする人だよ、参加する人で。ごめん、何を言ってるか全然わかんないんだけど、ミツナンとかさんが誰だかわかんないのに話したりする人って何？何の話してんの？オプション PR、 コマンドオプション PR、 コマンドオプション PR、 コマンドオプション PR、コマンドオプション PR。
え、コマンドオプション PR。 これか。なんか任意が分かってることは俺には分からないからね、ちゃんと伝えないと分かんないよ。何を言ってんの任意。任意が分かってることを 100% 俺は理解できないよ。任意さん、今回は金林主催なんだよね、うんうん、参加する人とかと話したりもちろんすると思うけど、うん、誰と話したりするのかなと思って。俺は誰が参加するのか分かってないから分からない。金梅さんとドレさんとエセアカが来るってことしか知らないから、誰と話すかは分からんよ、俺、ニンニ。これはまあ別に、その場に行くことに意義があると思ってるから、あ、俺が誰と話すのっていうことを聞きたかったのね。ようやく分かったわ。密なんとか参加してないっていうのがよくわかんないけど、俺は別にその場のノリで喋るよ。誘われてるよね。俺が誘われることがなんで失礼なの？なんでご好意で仲のいい人を呼んでもらうから失礼ではないじゃん。悪いことなの？失礼なことなの？それがありがたいことだと思うよ俺は。なんか変だな。ニンニさん、いつもなんかいろいろ言われてるからなのに、でも誘ってもらえるのはファンとしても嬉しい。 ありがたいな、よくしてくれてるわけじゃん。ごめんなさい、うんうん、いいよ別に何言ってるか分かんないときは俺も分かんないって言うから聞くから。分かるまで聞くから俺は。本当に分かんないっていうだけだから怒ってるわけじゃなくて分かんねえっていうだけ。ザ・マック OS インストレーションクランドンピーコンプ、何これ、なんかバグったマックが最悪。
猫の目さん今ストックでパン食べてる。ストックって何？ストックがわかんねえな。ストックがわかんねえな。ストックってなんだろう。猫の目さん商品置いてる倉庫。食べてんだ。おお。おお。なるほどね。そうか、おいしい。いや、人のこと言えない。このポンコツコンビがボンと猫の目とニンニのポンコツ三大ポンコツだよ、ほんとほんとしょうもねえな、お前ら。この三大ポンコツが。猫の目さんおそばんやからおなかえるねわら。ニンニさんわら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 わうわ、なんか変になった。マック詳しい人いる？え、なにこれ？うわ、なんか変になってる。なにこれ？インストレーションログ。インスタレーションログ。やべ、バグった、マック。マック。インスタレーション。インスタレーション、なにこれ、インスタレーションコンソール。猫の目さんもう売り場行くわ、またね、わらわらわら。え、これどうしよう。うわ、誰かマック詳しい人いない？え、なにこれ、え、どうしよう。わけわかんなくなってるな。テンションロン、これだ。え、これ何？ニンニさん、定期、パソコン、マック詳しい人いませんか？定期ではないけどね。定期の意味をニンニは全く分かってないよ。インスタレーション、ダイアログ使えるかな。クラッシュロボっぽい。OS インストール、初期化行い、無事復旧停止。何これ？コマンドオプション R を押しながら電源を入れること。コマンドオプション R かで、シャットダウン。ペコポコランドさん、おわです。終わったのこれ。コマンドオプション R、 コマンドオプション R。 コマンドオプション R、何これ。セッティング、インターネットリカバリー、ディスマイテイカー。何これ、見たことねえこんなの。やば、え、大丈夫これ。うわ、なんか動きがおかしい。うわうわ、な、怖っ。何これ、え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 、なんかマックぶっ壊れたかも。最悪だな。
んか嫌な感じ。メガネないとわかんねえな。え、何これ、やっぱもう何、どういうこと、はあ、うわ壊れたかもすんね、うわなんで、なんで、うわめっちゃへこむわ、うわーどうしよう、うわーなんだよ、マックがおかしい、うわーなんだこれ、え、どうしよう、マック行かれたかも、うわどうしよう、壊れたマック、うわなんだこれ、うわマジかよ、え、どうすんのこれマジで、完全行かれたかも、やば、え、どうしよう、なんで、俺キーボード直そうとしただけなのに、うわーもうほんと腹立ってきた、何これ、うわ、どうしよう。え、なにこれ。全然意味わかんない。バツにアットビッグ 3OS かな、いやサインインストールして全部まっさらにして、でキーボードの配置間違えたから、キーボード直そうと思ったらもうなんかエラー画面みたいなのずっと出てる感じ、うわマジかよ、なんだこれ、やば、あ、治った。へっと思ったらもうこんな感じなんだよ。治ってね。何の音？キル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 って。何の音？キルキル何の音？え、何の音？え、スズムシがいる？何の音？何の音？何の音？怖い怖い怖い。え、何？サカペコいるよね。キュルルルルって何の音？何もう。
部屋の中こんな感じなの、起動したらやばくない、これ全部英語で、これ誰かわかる？バツにアットビッグさん、アップルテクニカルサポートに電話しよう。いやーもうめんどくせえ、災難続きだな。なんだキュルルルルが気になるんだけど、何がキュルキュル言ってんの？え？エアコンだ。大丈夫かお前。エアコンがキュルキュル言ってるな。え、何何何がキュルキュル言ってんの？何がキュルキュルなのお前。怖いよ。なんかエアコンがキュルキュル言ってるし、やばいぞ我が家。え、何これ。ザ・マック OS インスタレーションコードビーコンテなんとかってと、セーブログ、え、何これ、意味がわかんない。 ティーザー、あーめんどくせえ朝から。 THE ザーマック、あ、これだ。インスタレコ、これこれコンピ、何これ。何？人に3消費税も上がるし、最悪だよね。そうだね、消費税上がるし、最悪だね。あ、これだ。セーブモードで起動完了しない。切っていいかわからん。あ、これ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 。これだ。MacBook Pro 解決策。一旦 Mac をシャット。リカバリーモード。コマンド R で起動して。OS 再インストール。リカバリーモード。コマンド R ね。シャットダウン。これ再インストールだ。コマンド R。で、リカバリーモードを。リカバリーモード。セーフモード。バツにアットビッグさん、リカバリーから復旧できない時もある。マジで、いや OS 再インストールだなこれ、クソうぜえな、なんなんだよこれ。アレさん、アナルセックス。うぜえ朝から。うさたんだね。再インストールか。なるほどね。最初からだ。うせえ。OS を再インストール。続ける。うせえ。
続ける。復旧サーバーに接続できませんでした。あー、Wi-Fi ね。あれ、なんだろう。これだ。うぜえ、最初っからだ。アレさん、ベコンドンブリで、ヨンジョネアパレル燃焼するにだ。ジョソンドドン団長向けそれゆけしねよ。ジョソンで人民共和国、バグでジヨンジャしねよ。食連、レンコン中古サリンバイシニンブリドンブリバブリーミネビデヤウンコジャーキー。何言ってるか全然わかんない。うわー、もう一回やり直すか、うぜえな。さん、誰か変なアンチ来たよ。いや、こいつ有名だから構ったらダメだって。構ったら負けだから、喜ぶだけだから。解くのが一番いい。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさんのちゃんのレッツノート返さないから和戸さんバチ当たったんだ。お前朝起きてそれかよ、やること。ニンニさんまた来た。お前起きてる時間ずっとそれをやるつもりかよ。もう本当にノリコなんじゃないのお前。その粘着質な感じ、お前、のりこだろう。本人だろう。もはや。本人か？びっくりするよ。勘弁してくれよ、マジで。
いい加減にしなさいって。さとこさんまた来たね。また来たね。すごいね。ここまで来るとすごいね。もう。任に3支援したのを返してもおかしな話だよ。しょう。いや、返せっていうか。もらったものだからな。じゃあ、いや、もうこんなのに、こんな、のんちゃんじゃないから話しても意味ないんだけど。てか、のりこは本当にいなくなったからもうやめて。のりこはもういなくなったんだよ。ポンさん、いいねを20個プレゼントしました。ありがとう。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。のんさんはもういないんだよ。今や三里祭るの新上野で喧嘩わろたわら。え、喧嘩してんの？え、どこ？え、鶴いんの上野。喧嘩してんの？どこ？鶴の新やってないけど。え？やってなくない？鶴。ふわっちいないけど。おすすめ規制かな。鶴いないよ。ツルやってないよ。 DV マヤさん、変なボクサーみたいなのに絡まれて配信切ったわ。ボクサーに絡まれたの？ポンさん円ちょうだいを毎回プレゼントしてたら和戸さんのフォロワーランキング10位になったお。 YWWWY じゃねえよ。延長代を、延長代しか払ってないのに10位になったってことは本当に花火飛んでないんだよ。わかるでしょ、ボン。ボン花火1ヶ月に1回も投げないじゃん。そのレベルなんだよ。本当に苦しいのわかるでしょ。花火投げてない人が10位になれちゃうぐらいなんだよ、フォロワーランキング。やばいでしょ、今の俺。これ本気で今苦しいから。マジでこれどうすっかなぁ。落ち目だよな。バツにアットビッグさん、ボクサーは絡まないけどね。ポンさん昨日花火投げた。いや、昨日花火投げたのかのどうかの話じゃなくて、一回ダメだ。なんでうちのポンコツたち、ニンニとボンと猫の目は会話ができないんだよ。この三人は本当にポンコツだな。すげえな。その話してないよ。ポンさん全体的にでしょ。いやいや、多分俺の言いたいこと、いやもういいや、いい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 や、めんどくさい。フグセンさんはロス。いやもうすごい、本当に会話が成立しないんだよな。すげえな。主観が強すぎる、客観性がゼロだから。いやすげえな、本当に。すげえな。そっか、今日土曜日か。ポンさん全体的に飛ばなくなってる状態だね。いや、全体の話はしてないかな。俺個人の話かな。まあいいよ。まあまあまあいいや。めんどくせえわ。
本さん www、うん、www だね。www でいいや。ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。いや、苦しいよ。なんでこんなアイテムもらえなくなっちゃったんだ。だって俺さ、リスワンでさ、トータルリスワンの方見たらわかるけどさ、上から閲覧数はだよ。このさ、トータル閲覧見てよ、みんな。これどういうことか、プレミアムリスワン見たらわかるけど、1ヶ月のトータル何位かって言ったら、俺上からさ、20位なんだよ。ほら。ヒドンナを超えるぐらいのリスナー数見てるわけよ、1ヶ月で。こんだけ20番目なのに、下から150番とかなんだよ。どんだけ嫌われてんだよっていう。こんなに11,500人見てんだよ。たった10日で。たった10日で11,500人が通り過ぎてって、こんだけ、要は、フワッチの中でうなちゃんマンと、どれさんより多いんだよ、俺リスナー。ただ家でゴロゴロしてるだけなのに。脳神会でこんだけの影響力持ってるわけじゃん。なのに、ファンがもう本当に3人とかしかいないんだよ、支えてくれる。この人たちと肩並べるんだぜ。トップ20なんだぜ。ダラダラ、こんだけダラダラ私生活され流してるだけで。こんだけやる気のない配信やってんのに。もう、悲しいよ、俺は。悲しい、本当に。スラタン。腹減った。非常に辛かったんだよ。
匿名係の花の花火師さんじゃちょっとだけ協力しまあすわら。マジかよ、超助かります、ありがとうございます。やべえ、今日黒字かもしんねえ。やべえ、今日今月2、2、3花火8888。うわー、ありがとう、超嬉しい、ありがとうございます。やべえ、今日黒字になるかも、黒字久々。ペコポコランドさん、やべえ、超嬉しい。ポンさん花火、やば、今日黒字になるかも、ありがとうございます。うわうわー、超ありがてえ。もう今月やばいかな、マジかよ、ほんと助かります、ありがとう。うわ、あと3発で黒字だよ。この今日黒字なんて、黒字が黒字なんて何日ぶりだろう、本当にもうずっと赤字だかんね。うわ、超嬉しい、マジで。あと3発はいける気がする、あと3発はいける気がするよ。うわ、超ありがとうございます、皆さん。うわ、助かるわ、ありがてえ。もうなんか赤字なのが当たり前だからな、ほんと2000円3000円の日当とかもう死ねって言われてるようなもんだからね、ほんとマジ苦しいから、もう超助かる、あらざーす、助かるわ、やっててよかった、ありがとうございます。ペコポコランド、ありがとう。あと2発で黒字だ。これを本当は毎日続けないといけないんだけどな、1日1万円も稼げなくなってんだもん、もうクソだよね、マジで。オワコンで、ありがとうみんな、ペコポコランド、ありがとう、あざーす、頑張ります。ワド監督さん支援求む花火2発、うん、やば、あざます、いや、ありがたい、ありがとう、マジで食えないもん、こんなんじゃ、ありがたいっす。ていうか、ボンさん花火ドンチキ8888、ドンチキだよ。いやー、ていうか今日は新宿集合、ありがとう、キサラちゃん、おはよう、ありがとう、ハローさんこんにちは、キサラちゃん、ありがとう。うわぁ、久々黒字だ。今日はいける。今日はいける。今日は日当1万円稼げたかな。久々だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ワド監督さん支援求む花火一発。みんなありがとう。花火ドンチキ。ありがとうございます。みんなありがとう。いや、みんなありがとう、本当に。うわぁ、達成できたの、どれくらいぶりだろう。うわぁ、超ありがたい。あざーす、本当にありがとう。うわぁ、嬉しいなぁ。ふぐせんさん、いい波動。ありがとう、キサルちゃん、ありがとう。ありがてぇ、うわぁ、達成でーす。やっと消せる、この支援元も。日当分稼ぎました。ありがとう。うわぁ、ありがとうございます。ありがとう。ハローさん、よかった。うわぁ、今日はこっからは安心して配信できる。うわぁ、超嬉しい、超嬉しい。ありがとう。これが毎日続けないといけないんだけど。達成だ。ボンさん、よかった、88、ありがとう。1万稼げやすいいただきました。ありがとうございます。3ファンとしても嬉しい。ありがとうございます。監督さん支援求む花火ゼロ発達生。いやー、達成しました。ありがとうございます。あざーす。いや、なあ、久々、何ヶ月ぶりだろう、俺。何ヶ月ぶりっつうか、これを毎日やらないと本当はいけないんだけどな。ありがたいっす。ありがとうございます。頑張ります。ありがたいっす。景気回復したのかな？ありがとう、パフェ、ありがとう。ペコポコランドさん、ほっと一息。ほっと一息っつうか、ねえ、久々、いや、苦しいから嬉しいよ。毎日ニートに小づかれてさ。ああでもね、こうでもねって言われて。
いやー嬉しいな、あざーす。今日ヒートテック履くか、寒いから。桃引き、あーシャカとペコご飯ね、ちょっと待ってね、シャカペコご飯、ご飯ヒートテックどこだ？あれ？ヒートテックがないの？あれ？あれ？ヒートテックがねえな。あれ？ヒートテックがない。あれ？ヒートテックどこやったんだ俺。あれ？ヒートテックねえな。あれ？ヒートテックがねえな。どういうこと？もう入って洗濯したってこと？まあ、いっか。ああ、ここかな。もしかして。あ、ここ、ここっぽいな。あー、いいや、めんどくさい。テックいいや。プルームテック買いに行こう、プルームテック。電子タバコに変えようぜ。今流行りの電子タバコに。普通のタバコダメだね。捨て頃持たん、これで。電子タバコって肺活量影響あるのかな？どうなんだろう。ていうか、捨て頃の期間だけちょっとタバコ何ヶ月か前にやめよう。肺が持たねえ。プルームテックでね、肺活量上がるといいんだけど。はい。バツにアットビッグさん、加熱温度40度のプラスの方がいいよ。嘘。俺ね、黒いやつ吸ったんだけど、40の方がいいかな。どっちがいいのか、どっちか分かんなかったんだよね。あの高い方。俺がね、吸ったやつが20の方なのか40の方なのか分かんないんだよね。プルームテック、電子タバコ、あの、グローとさ、アイコス大っ嫌いだったんだけど、プルームテックはすごいわ。あれはすごい。やるじゃんって思ったもん。バツにアットビッグさん、40度は多分今買えない。買えない。え、俺細いやつだったよ、スティックタイプの。40の方が何がいいの？別に30でもいいんだけど、俺匂い別にきつくても。あ、匂いな、な、あの、どっちだったんだろう。40なのかな、プラスってやつでしょ、プルームテック。え、何が違うの、40とあれは。プルームテック何が違う感じなの、体感は。40とプラスってやつだね、40度。いや、これじゃないな、俺が吸ったやつ。俺は30の方で満足したけど、何がどういいの。バツにアットビッグさん、吸った感じが全然違うらしい。いや、30で俺大満足だったよ。30でいいじゃんってなったんだよ、30で。あ、俺が吸ったのは30だね。30で別にいいんだけど。30だね、俺が吸ったの。30でいいや。プルームテック専門店行こうと思ってて。バツにアットビッグさん、俺はアイコスさんなんだよね。さとこさんは花火すごい。いや、めちゃめちゃいただいてるよ、さとこちゃん。達成したよ。なんだろう、今日めちゃめちゃいい人ばっかりだな。なんでこんなくれるんだろう。不思議。なんだろう、やっぱり、あれかな。なんだろうな、なんかでもやだな。
なんかやっぱりし、なんかこう不幸になると配信者は売れる法則があるじゃん。やっぱ彼女を失ったっていうのがあるのかもしんないよね。なんかすげえ寂しい。悲しい。プルームテック買いに行くか、そや。歯ブラシさん、テンション戻ってきたな。これで気使わずディスれるわ。いや、ディスんないでよ。なんでディスるの。さとこさん、ハートの花火いいな。あの花火は昨日だけかな、セール。いや、今売ってるんじゃないの、限定で。限定アイテムで、あ、そうだね、昨日だけだね。あの、セット販売してるやつだから、あれはでも別に花火、普通の花火と一緒だよ。あの、あれは。ハート花火はたまに売るんだよね。たまに。ムーチャラさん、ありがとう。サンキュー。うん。歯ブラシさん、楽天見たらクソアンクフルームテク売ってる。1500円。中古とかじゃないの？マジで？1500円？なんで？セキゾウさんは岩ドツ。ポンさんだから、そうだったんだ。昨日ファート花火投げたんだわら。そっかそっか、ありがとうありがとう。コンビニでも売ってるらしいね、プルームテック。でもせっかくだからプルームテック専門店行った方がいいよね。せっかくだったら専門店行った方が面白いもんね。専門店行こう。ポンさん、いろいろ選べるもんね。うん、歯ブラシさん、最近俺も買おうとしてたから専門店頼む。新宿にあるね、家の近所に。いいって、歩きタバコできんのがいいんだよね。煙も出ないし、全く出ないし、煙も歩きタバコ OK だから。専門店はね、プルームショップっていう西新宿にあるね。あれでは中では配信しないよ。じゃあ歩いて向かおうか。中では配信しないけどね。行こう行こう。歯ブラシさん、今日の飲み会も気使わないで済むし。そうそうそう、やっぱタバコ吸う人は嫌だと思うし、そこもでかいよね。吸わない人もいるから。あと捨て頃、やっぱり肺活量に限界感じてきて、こっから先タイム伸ばすのはやっぱ電子タバコ嫌だとか言ってらんねえなと思ってさ。ペコボコランドさん、行ってらっしゃい。寒いから気をつけて行ってくださいね。一緒に行くよ、店の前までは。何言ってんの。一緒に行くよ。いつも一緒だよ。オッケー、映像音声オッケー。あれプツってる。あれプツってる。なんだろう。プツってない。あれ。なんか今日おかしいな、サーバー。あ、見えてる？歯ブラシさん、問題ない。問題ない。じゃあ行こうか。ルームテック。うわ、寒っ。あ、雪は止んでるな。
気は病んでる。ルームテックショップ行くか。まあまあカレーいつも食べる、まあ15分ぐらい。ベイプわかんないけど、俺はアイコスとか、あのなんだっけ、アイコスとなんだっけベイプかな、なんかくっそまずい焼き芋焼いた匂いするじゃん、あれがもう耐えらんなくて、まずくて、しかもむせるんだよ。こんだけヘビースモーカーなのに、グローか、グロースってのはグローかってなってくっさみたいな。でもあのなんだっけ、プルームテックは吸いやすくてアタックがあって、しかも匂い全然なくて煙も出なくて魔法だから、俺はあこれならっていう感じかな、これなら買おうっていう。ちょっと裏切りでごめんなんだけど、電車箱クソとか言い続けて。でも人って変わるじゃん、俺ってそういう男だから。寒きょ、めちゃくちゃ寒い。プルームテック物足りないって聞いたけど、いやヒット感半端じゃなかったよ。あのむしろアイコスとかが微妙で、ちゃんと吸ってる感じだった。多分そこのショップ吸わせてもらえるだろうから、吸わせてもらおうと思ってるけど、確認して検索するわ。プルームショップどこら辺だろう。あのね、プルームテックマジで吸ってる感じあったよ、よかったよ。俺はね、俺は気に入った。匂い全くない、びっくりした、えっと思ったもん。でちゃんとニコチン吸ってる感じがあった。女の人いいんだよ。え、渋谷店しか出てこないんだけど。え、どういうこと？いや、渋谷店じゃねえんだけど。プルームショップ新宿店の誰か住所知んない？何これ。タールが入ってないの。タールが全くない。プルームショップ新宿店が出てこないんだけど、誰かさ、プルームテックは2本あった方がいいんだ。プルームショップ、なんで充電の問題かな。プルームショップの住所、新宿店の住所、誰か教えてくんね。あ、電池切れた、最悪。ありがとう、西新宿1-25-1、ありがとう。地下1階だよね確か。最悪、充電切れた。1-25-1、あ、センタービル、ありがとう。充電か、まあ、だけど俺ほらこういう風に USB つなぎまくってるから、多分電源問題は普通の人よりも、電池持ち歩きまくってるからこういう感じで、多分ね電池問題はそんなでもないかな、配信者だから。電気を持ち歩いてる変な男だもんね。センタービルだから寒すぎる、寒い。やば、ねえ、雪降ってたもんさっき。マップ、いや手がかじかむわ、やばい。
なんだっけ、西新宿 1-25-1。 西新宿痛い、寒い。すっげえ寒い。やば。いや、超寒いね。どこだ。ああ、分かった。うん、風邪ひかないようにするよ。寒い。雪まだ残ってんじゃん。これは寒いわ。ヤバタンだね。痛い。手が痛い。いや、俺バカなんだよね。服持ってないんだよ。毎年冬こんなだからな。寒い。いや、雪朝降ったよ。ダメだ、無理だ。毎回言われるんだよね。薄着バカだから。雪食べてる、かわいい。鳩が雪食べてる。かわいい。今0度やばいね。寒い。0度だな。風が痛い。もうスマホが痛くて持てない。判定までなんか行かないと思うよ、多分。っていうか俺判定多いかな。全部判定だからな、今まで。 KO だよね、やっぱね。判定はダメだよ。判定はダメ。ステゴの近くない？ 6 月だよ。6月ハローさん、まだ先だよ。あ、でももう怪我はできないけどね。骨折とかしたらアウトだから。2時で2度か、きついな。そりゃ地面滑るわ。やば。6月の23だよ。全然先だよ。え、何これ、信号の縞模様が短いんだけど、なんか違和感あるわ。何これ。カレーと、いや、帰り電車だな、これ。無理。帰りは電車だ。無理ゲーだ、無理ゲー。いや、これでも相当厚着だよ。ジャック・ダニエル、リスナーさんからもらった。あ、
ジャックダニエル誰か買ってよパーカー、アマゾンで売ってるから。ジャックダニエルのパーカー欲しいかも、1枚。いや、クソ寒いとかじゃない、痛い、痛いよ、痛い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 。着いたかな、アホだよね、バカだよね。長いよ、雪が残ってんもんだって。もう着いたかな、これがセンタービルだよね、多分着いたっぽいぞ。多分ここの地下にあるんだよ。なんだっけ、何ビルだっけ、センタービル、多分着いた。地下は、いやいや配信止めるよ、さすがにお店で配信はあれだから、通報とかめんどくさいもん。何ビルだっけ、あれ間違えてる、あ、こっちじゃねえわ。いや、もうあと2ヶ月ぐらいでしょ、この寒さも。帰ってきたら一旦寝るかな。今日も結構配信分回してるから10時間ぐらいやってるから、飲み会のために寝るかも。え、予約してたの？え、どうすんの？新宿って言われてるけど、え、どう転んだか、ピョンスさん知ってる？なんか俺は金梅さんに最後に新宿のアルタ前に来てって言われたの。え、どっちどっち？すげえ困るんだけど、あの場所が全然違うの、屋形船の集合場所と時間と、あとその新宿アルタ前だったら30分前に起きたら、いや分かんねえの。そうだよね、リスナーさん分かんないよね。え、どういうこと、それダメでしょ大和さんね。え、どうすりゃいいんだろう。え、でもポンスケ予約しちゃったでしょ、多分新宿のお店の方。どっちにしろダメだよね。ここかな、新宿センタービル、多分ここだな。着いたっぽいな。ダブルブッキングじゃん。いや、しかも20人単位とかだから、飲み会今日だよ、今日の夕方。絶対やっちゃいけない状態なのに。まあ俺は知らんけど、ここだな、多分着いた。これだよね、新宿センタービルだよね、ここで合ってるよね、一番街。ここ行きます。じゃあみんなお疲れ。キャンセル料誰が払うのって話でしょ。いや、ポンスケはね、いい動きしたけど。うん、じゃあみんなお疲れ。多分ね、あの金梅さんの飲み会の1時間前に配信します。ありがとうございました。花火たくさんいただけて嬉しかったです。お疲れ様です。